うございます。太陽の真山です。おはようございます。名前沢です。はい、今日はですね、はい、茨城県の、はい、友部湯崎子さんの方にお伺いして、はい、いろいろ釣りを見ていただきながら、はいはい、また今回はいろいろなこうスペシャル企画ということで、はいはい、遠征ですね。遠征もありので、はい、盛りだくさんの内容で、はいはい、一日、見ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。名前田さん、この間年末になりますけど、はい、遠征楽しかったですね。行ってきましたね。はるばるちょうど初雪に降りましたけど、あと戦国の池、そうですね、さんね、はいはい、冬でも結構動きましたね。そうですね、水がね、井戸水で暖かいっていうのもあるんでしょうけど、はい、まあ仙石さん、うん、毎年行くんですけど、はい、本当にもういつも活発に、はいはい、魚が動いて、まあ、釣れますよね。そうですね、はい、底釣りもそうだし、もうこの時あの時期でもまだ終わったので結構ね、そうですね、動いてましたもんね、はい、やっぱりああいう釣り場があると冬場でもこうみんな楽しめて、そうです、逆にああいう釣り場がないと冬野釣りがね、ダメですからね、はい、なかなかできないんで、はい、本当にもうヘラブナ釣りの本当に冬の天国ですよね、はい、でもう一箇所ね、はい、結構私もすごい楽しみにしてたんですけど、はい、長者屋敷さん、はい、行きましたね。そうですね、面白い釣り場ですね。ね、あそこは今度全天候型、はい、で本当にもうまあね、真冬なんかももう楽しくできる、うん、はい、まあ、変わった釣り場ですよね。そうですね、はい、私もあんなこう室内でこうやったの初めてでした。日本全国でももう本当にあそこぐらいなもんじゃないですか。そうですね、僕はね噂ではあそこしか聞いたことがないんで、はいはい、本当そういう意味ではちょっとヘラブナ釣りの楽しみ方もちょっと違う感じで楽しめて、そうですね、ね、はい、非常に面白い釣り場ですね。そうですね、うん、そうそう、釣れたヘラブナも結構綺麗だね。そうですね、やっぱり放流ベラが、うん、今回中心だったみたいなんで、はい、特にまたね綺麗なヘラが多かったですよね。そうですね、うん、そしてまたねあそこ宿泊施設もちゃんとあってね。そうですね、まあ、ヘラブナ釣りだけじゃなくて、はい、まあ、ニジマス、はい、コイ、はい、なんかも釣れる施設もありますし、うん、完全のもうこうドーム型の室内釣り堀というかね、室内管理釣り場もありますからね。ありましたね、はいはい、で完全こう宿泊ができて、うん、でだから本当にもう泊まりがけで行くにもベストですよね。そうですね、はい、こう友達同士でこう泊まりでワイワイしながら行くのもいいし、ね、家族でね。そうですね、今回も、はい、まあね、長寿屋敷は僕ともう本当にね、付き合いも長く、はい、お世話になってる、はい、ワイルドクラブ山形支部の木村会長、はい、そうですね、はい、今回本当木村さんには本当にお世話になっちゃいました ね、 でもね、場所のリサーチから何から ね、 ね、釣り場の情報からいろいろいただいて、10年ですからね、10年以上か、はいはい、もう木村会長とはお付き合いがあって、うん、で本当にね、向こうの野釣りの情報なんかもなかなか取れないじゃないですか。そうですね、でそういうところから、はい、で今回もね全部サポートしてもらって、はい、そういう仲間がやっぱり作れるというのがこのヘラブナ釣りの良さですよね。そうですね、そういう輪がねこう全国に広がればもっとみんな楽しい ね、 そうですね、ヘラブナ釣りが楽しめるのかなっていう気がしますね、うん、はい、それで今日ですね、はい、名前田さん、はい、この春に発売になる新製品、はい、使っていただいてますけれども、まあ、ヘラ X ですね。ヘラ X ですね、はい、はい、まあ、前もヘラックスってあったんで今度新しい2代目になるのかな。そうです ね、 ね、2代目ですよね、はい、今回のヘラ X は前のヘラ X と比べてこうここ変わったぞっていうところってどこなんですか。コンセプトでいうと、はい、前、まあ、前になりますよね、はい、今までのヘラ X はやはり固めの、はい、公式先調子だったんですけど、はい、今回のヘラ X は、うん、硬いというよりも、はい、強い、強い、うん、決して、柔らかい竿じゃないんですけど、はい、分かりやすく言えば今の荒法師無天、あ、無天ありますね、はい、無天の、うん、DNA をこう引き継いだような、あ、なるほど、ち
ちょっとこう無点のいいところも取って、はい、今までのヘラ X のいいところも取ってっていうような感じの、はい、あ、はい、そうですね、今までの竿よりもちょっとこうグッとなんて言うんだろう、しなやかっていうか竿に乗ってくる感じが、ね、そうですね、R は出ますよね、はいはい、竿はきちっと R が出て、はい、本当にこう粘り強い、うん、粘りっていう感じで、今日もね、前山さんと今提灯で、はい、やってますけど、本当にこう深い棚から魚をこう上げてくるのがもう本当に、まあ、優れてる、なるほどなるほど、はい、竿だと思いますよね。こうぐーっとしなやかに曲がって粘り強さで持ち上げてくるっていうのがどっちかっていうと得意なタイプかな。得意な竿ですね、はい、そうするとやっぱりある程度水深あったりとか深い棚からっていうのが面白いですね。そうですね、うん、本当に、まあね、春これからこうどん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 シーズンが入っていって、はい、まあ、両団子の孵化虫なんかはもう得意とする竿ですよね。あ、面白そうですね、はい、なるほどなるほど。だ、今回アイテムが7から18まで、ね、18まで、はい、ですから本当にこう18尺孵化虫両団子なんて言ったらもうドンピシャ、最高に楽しみですね、はい。かといって今日今僕12いっぱいの断続やってますし、前山さん10尺でしたっけ、はい、僕これ今10尺です ね、こういう深い棚でやっぱり上げてくる、はいはい、かといってですよ、うん、8、9、10ぐらいの浅い棚、うん、はい、もうまた面白いんですよ。なるほど、うん、まあ、今回ね特に おいい当たりで今ちょうど釣れちゃいましたけど本当にもうこう、うん、普通に、うん、手を上げるだけで竿がこう魚を上げてくるって言うんですか、竿が持ち上げてきてくれる感じなんですね、あともう上がったらちょっと引っ張ってあげれば、そういうことです。本当に竿がこう魚を上げてくる、うん、はい、だからこう R が入って、はい、要はこうブレーキがかかる少し、うんうん、で竿がこうヘラをグッグッグッと上げてくるイメージですよね、はい、そうすると深い棚からのこう釣りでも楽に釣りができる、はい、そうですね、去年の秋ですね、はい、発売されたヘラ S が、はい、浅い棚をすごく得意としてるじゃないですか、はい、どっちかというとね、逆にこの X はその正反対で、はい、深い棚 を、うん、を得意とする竿なんで、うん、逆に面白いと思います。一番今日もそうなんですけど、はい、分かるのが、はい、まあ、ヘラ S で餌を振り込むとき、はいはい、餌を、うん、浮きを仕掛けを飛ばすって意味だと思うんですよ。なるほど、はい、ヘラ S は、うん、S はね、はい、うん、でこのヘラ X は餌浮きを置きに行く、はい、ああ、なるほどなるほど、多分穂先の違いとか、はい、そういうものがきっちり明確に出てると思うんですけど、はいはい、本当にそういう細かい動作の違いがお互いの特徴を、うん、なるほど、はっきり出してるんじゃないかなって僕は思います、はいはい、まあ、対してね、魚かかった時もどっちかというと S はこうグッと引っ張って、はい、魚がガンガン引っ張って釣ってくるぜっていう感じの竿なので、はい、要は手引きある程度しますよね、はい、で S は今見ていただいたようにどっちかというと、はい、こう持ってると魚が深い棚からグーッと上がってくるような感じっていうことで、はい、その同じような竿でもその釣り方とか釣り味とかスタイルによってこう使い分けているもらう、はい、そうですね、まあね、ヘラ竿なんで、はい、まあ、専用竿ではないですよね、うん、ただ専用竿ではないんですけど、はい、やっぱり個性、はい、得意技じゃないですけど、はい、があるんだと思うんですよね、うん、まあそういう意味ではね、本当は一番いいのはヘラ S とヘラ X と両方持ってれば一番いい。そうです、はい、だから秋に買っていただいてこの春にまた見て、はい、あと、はい、まあもうカラーリングも、うん、今までのヘラ X の、うん、あのきらびやかな、はい、光輝いてましたよね、うん、そういうこうケミカルな部分も引き継いだ上に、はい、和の心も、はい、持ってるというような感じのボディカラーですよね。そうですね、今回こうメタリック調のカラーなんですけど、はい、こう節がついてたりとか笛巻きになってたりみたいな感じで、そうですね、はい、だからそういう意味で本当にこう広く、うん、まあ気に入ってもらえるんじゃないかな、幅広く、はい、はい、なるほどなるほど、まあ、またね、特に先ほどこう浅棚の釣りもなんて話があったんですけど、はい、ちょうどね
今回7尺から11尺までは、はいソリトの穂先がついてるんですね。そうですね、うん、これもちょっと今までの X と違ったところになるのかな。そうですね、はい、あのそのソリッド穂先がついてる分、はい、こうなんていうのかな、ちょっと例えが難しいんですけど、はい、合成竿ってあるじゃないですか、はい、いわゆる竹の、ね、はい、半分竹半分カーボンみたいな、はいはい、ああいう竿にちょっと雰囲気が似てるのかな、うん、あなるほどなるほど、はい、ですからあの、うん、心地よい重さっていうんですか、はい、釣りをしていて、はいはい、それがこうしっかりある、あで多分そういうイメージなのかなと思います、ね、使ってて。その辺が逆に魚かかった感じの時の一瞬ふわっとする、はい、曲がってふわっていう感じでぐーっと上がってくる。そうです。ですから、やっぱり浅い種使っても、はい、魚をこう止める、はいはい、止めるってイメージですよね。うん、まあ本当ね、X って言っても今までのこのまた新しい竿は全然雰囲気も違うし、そうですね、キャラクターもちょっと違ってるっていうことで、はい、そのまあそういう意味ではやっぱり新しいパワー系ロットっていう感じなんですか、ね、そうですね、やっぱりもう、うん、炭焼けで言えばパワー系ロットですよね、はい、ね、霊界なんかでこう、うん、浅い棚でヘラヤスでガンガン釣ってくださいっていう、はい、お話もしましたよね、はい、で今回は逆に、まあね、霊界とかトーナメントで、はい、それこそ深い棚で勝負していくときには、はい、また早い竿ですよね。なるほど、こういう風に、うん、本当にもう、やった、お、いい当たり、ね、うん、ほら、ここにクッ、クッ、クッ、気持ちいいですね、これ、ね、なんかクッ、クッって上がってくる、うん、お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 、これがね、この竿の、またこれが深い棚から釣ってるのの楽しみだし ね、 ね、そうですね、お、楽しそう、ほら、センターバッチリ、お、いいやな、素晴らしい、気持ちいいですじゃああれですね、この春はこう浅い棚はヘラ S で、はい、で深い棚の時にはヘラ X で、ね、でセンターバッチリで、センターバッチリで気持ちよく、はい、じゃあ今年も1年頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。